どうも、日いずる国 TV のお時間です。どうやら日本が決めた骨抜きどころか身もない対中非難決議に名指しもしてないのに自ら名乗り出る国が出てきました。ではその内容をご覧くださいませ。2022年2月1日日本の国会で中国の人権問題に懸念を示す決議が可決されたことに中国外交部報道官が反発した。日本の衆議院で1日に新疆、チベット、内モンゴルの各自治区及び香港などの人権問題に懸念を示す決議が可決された。これに対して中国外交部の張立堅報道官は事実や真相を無視し中国の人権状況について悪意を持って誹謗するもので国際法や国際関係の基本ルールに著しく反し中国の内政に対し粗暴に干渉した、極めて悪質だと非難した。またかつて起こした侵略戦争では筆舌に尽くしがたい罪を犯し人権問題で悪行を繰り返してきた日本に他国の人権に対して口を挟む資格は全く持ってない。日本の一部性格が日中関係の対局を顧みず国同士が付き合う道を無視して決議を強行したことは中国人民に対する重大な政治的挑発であると主張。同部の責任者がすでに日本側に厳重な抗議を申し入れ中国政府はさらなる措置を発動する権利を留保していると述べた。日本の国会における決議可決と中国外交部の反応が中国ネットユーザーの注目を集め、中国版ツイッターウェイモーでは衆議院における対中決議に関する外交部の反応がトレンド入り。中国のネットユーザーは日本からの新年の初笑いか？日本は米国のひっつき虫、口を挟む資格などあるものか、新年早々こんなものを見せられるなんて気がめいる。日本などさっさと滅びてしまえ。日本や米国が毎日のように様々なちょっかいを出してきても中国の飛躍を止めることはできない。日本のポルノ産業は女性の人権を圧迫しているのではないかといったコメントを残しているとの内容です。あんな名指しもせず非難の文字もない骨抜きの決議に猛反発するということは、まるで私がやりましたって自ら名乗り出てるようなもんですよね。中国側の言い分として、日本側がかつて引き起こしたとされる人権侵害を根拠に、侵略戦争を起こしたお前が言うなということのようですが、この批判は、二つの意味でずれた批判と言わざるを得ません。一つ目は、根拠とする人権侵害の信憑性、二つ目は時代性の違いです。一つ目の信憑性に関しては言うまでもなく、コロコロと変わる中国側の主張にはとてもではないですが信頼が置けないということであり、二つ目は現代の常識を過去の行為で批判することは全く意味をなさないということです。例を挙げると、日本で大人気の漫画作品であるキングダムは古代中国の春秋戦国時代末期、後の秦の始皇帝とその腹心だった将軍李信の関係性に作者である原康久氏がインスパイアされ、それまで史実ではそれほど大きな日の目を見ることのなかった李信を主人公に、始皇帝こと永世が中国史上初めて中華統一を果たす過程を描いた物語です。この物語の舞台は前述の通り紀元前3世紀古代中国の春秋戦国時代末期にあたりますが、キングダム作中でもまた史実上でもこの時代は戦争が日常的に起こり、毎回数千数万人単位で人が亡くなっていますし、捕虜になった数万人の敵軍が進軍の邪魔だと巨大な穴に全員生き埋めにしたという逸話もあります。始皇帝が初代の皇帝に君臨した秦も始皇帝の死後わずか5年で滅び、新たに漢王朝が誕生したように、直近の中華人民共和国誕生までの中国史を見ていくと
数多くの王朝が誕生し、領土の大小、機関の長短の差こそあれ、その後中国を統一、太平の世を築くも他国に攻め滅ぼされるという末路をたどることになります。つまり、どの王朝が誕生する際も、キングダムで描かれているような大量殺戮が起き、その都度、数十万人単位での人権侵害が起きているのですが、そのことを問題視する論調はありませんし、むしろ、王朝誕生や英雄の活躍という、ポジティブな側面にのみ、スポットライトが当たっているように思います。また、昔の例ではなく、1949年に中華人民共和国が誕生した後の直近の例でも、1966年から始まった文化大革命では、2000万人とも言われる犠牲者が出ていますし、何かと中国側が持ち出す南京事件にしても、そもそも、その根拠としている事実を中国側が大きく脚色している点、そして実際に起きてしまっていたであろう戦場での民間人の被害に関しても、それは日本軍のみならず世界中の戦場で軍隊により起こされてしまうものであるという事実を踏まえ、さらに現在の基準で1930年から40年代等の軍隊の行為を非難するという全く無意味な批判である点を考えても、とても中国は、日本を人権問題で悪行を行ったと非難なんかできないと思うんですけどね。いつもながら、自分たちの行ってきた行為は問題なく、日本含めた他国はダメっていうのが、国力は世界2位だけど、屁理屈は世界ナンバーワンといったところでしょうか。2022年現在進行形で行われている人権侵害行為に対しては、2022年現在進行形の常識、倫理観、死生観で批評されるべきものであり、もし他国を批判することが許されないとするならば、過去に人権侵害を引き起こしたかもしれない日本ではなく、今現在人権侵害を引き起こしている中国のはずです。人権問題を世界中から非難されている中国がまずやるべきことは、過去はどの国もやっていたんだから、そのことで批判するのはお門違い。と、自分たちの現在の人権侵害問題を矮小化することではなく、現在の中国では人権侵害を一切行っていません。と、きちんと証拠を出して、その非難に真っ向から反論することのはずです。そういった証拠を出せないから、みんな悪い論でごまかそうとしているんだな、と判断されないためにも、中国には、日本側の出した弱腰決議なんか相手にせず、堂々と証拠を出してほしいものです。まあ出せないから、大声を張り上げるしかないんでしょうけど。では、今回の最後も、ネット上の声をご覧くださいませ。人権問題で、悪行の日本、他国の人権に口出しするな。C 国は、自分が人権侵害していることを理解している。それなら、他国に非難される前に、自ら人権問題を解決すればいい。過去のことを持ち出すなら、国父毛沢東は、自国民を粛清した。その数は数千万人と言われる。ウイグル人権問題は、現在進行形で進んでいる。口答えではなく、まず反省しなさい。日本の周りの国は、日本の昔のことを、事実確認もなしに非難する。日本は、C 国、K 国で今起こっていることを批判する。どっちがおかしいかは明らか。70年前に、人権問題で悪行の日本って大声で言って、他国の過去を批判したら、現在の進行中の人権侵害問題を正当化できると考えることが矛盾なんです。以上、分かり合えない国々が日本の一番近くにいるって悪夢としか言いようがありませんね。